ここはモンストの地下闘技場、モンストコロシアム。強キャラたちが挑戦者となり、1人のラスボスを含む5人のボスとタイムアタック対決。5人のボスを勝ち抜くことができたら、このモンストコロシアムの新しいラスボスになります。ということで、今回のチャレンジャーはこいつだ。愛がもたらした因果の得意点、アルティメット窓か。コラボキャラ随一の友情コンボを持つ窓マジコラボ目玉キャラ。さらに強力な SS を持つことから、天魔4の高難易度から低難易度まで、その活動は多岐にわたる。そんな窓かを迎え撃つモンスターはこいつだ。私のハッピーキングダムに君はいらないのだからね。バイバイ。ヤンデレバッドサイコキラー、ジャック・ザ・リッパー。禁断の砲撃型友情コンボ ×2 を持つ異色のキャラ。わずか8ターンで打てる味方の位置に移動するストライクショットはかなり強力で、挑戦者もろとも刻み込む。そんなジャック・ザ・リッパーにボスモンスターになった意気込みについて聞いてみると、モンスターとして選ばれたからには挑戦者をギッタンギッタンに切り刻みたいです。また対戦相手のアルティメットマドカについては、アルティメットマドカですか、所詮は中学生のガキです、ギッタンギッタンですと、やる気満々の回答をしてくれた。ボスモンスタージャック・ザ・リッパーよ、己の独特の世界観にチャレンジャーを引きずり込め。ここで対戦ルールについて確認します。勝負は2つのルーレットで選ばれたクエストのうち、挑戦者が1つを選択。そちらのクエストでボスとタイムアタック勝負をしてもらいます。ただしクエストのクリアタイムが30秒以上離れた場合、また一方のキャラのみがクエストクリアとなった場合、クリティカルとなり、その時点で勝利確定、試合は即終了となります。その他細かいルールについては概要欄を確認ください。ということで、クエストルーレットスタート。挑戦者マドカ、エデンとクシナダ、どちらを選びますか？エデンでお願いします。 OK、 ファーストステージラウンド1、クエストはエデンで、レディーゴー。さあ、ということで始まりました、モンストコロシアム記念すべき第1試合目。画面左がマドカ、右側がジャックということで見ていきましょう。はい、ということで、まあ、ルーレットの結果ね、クシナダとエデンかが選択できる状況になったんですけど、マドカが選んだのはエデンということで、まあそうですね、サポートに置けるキャラが、まあ、3体いるんですけど、まあ、その中にね闇属性のキャラがいないと。でさらにこのクエストではエレメントアタックがね、飛んできますので、まあそちらのダメージそこまで痛くはないんですけど、さすがに、闇属性以外のキャラが4体だと、まあちょっと食らえないかなっていうダメージなので、まあ、そこを見越してですね、自分がバリアを持ってるのをいいことにエデンを選択したという感じでしょうか。まあとはいえね、やっぱりクシナダ選んでしまうと敵のジャック・ザ・リッパーがね重力バリアキラーありますので、まあ余計強くなってしまうというところで、まあ致し方なくっていう部分も少なからずあるかなというところですね。さあ、ということでここはお互いバトル3ですね、ビル・イ・ナイト・リボーンと戦う場所になっておりますが、さあ先に抜けていったのはジャック・ザ・リッパー、一歩遅れて抜けていくのがマドカですね。まあここはあんまり差がない段階ですね、まだまだ全然逆転可能な範疇だと思います。さあ、ということでここでしっかりとね友情コンボかけるにも発動させながら、ジャック・ザ・リッパーがボスを削っていきます。さあ、ここで飛んできたエレメントアタック、ダメージはかなり持ってかれますね。中ボスでこれなので、まあ、ボス戦はさらに削っていかれることが、まあ、想像できるでしょうということで、まあ、ここからの立ち回り非常に大事ですね。まあ、次の中ボスも1手で抜けないとちょっと厳しいかもしれない。さあ、ここでさらにマドカがタイムを縮めてくる。さあ、ここ1手抜けできなかったが、 HP 大丈夫か、耐えられるか、ジャック・ザ・リッパー。さあ、ここどうなる。さあ、わずか HP4700 ほど耐えましたね。さあ、ギリギリ耐えましたが、ここはなんとか抜けていけるか。さあ、ヨーヨーが当たって抜けていきました。さあ、ここの方も互角に並びましたね。ただ HP 的にかなり苦しいのがジャック側ですね。これはもしかしたらダウンの可能性も出てくる。ただですね、エデン、ここ最初の HP バーですね、真ん中のところ割ってしまえばエレメントアタック初手飛んでこないので、まあ、ここで一旦、まあ、救済措置というかね、
一旦耐えることができました。対しての窓か、こちらも相当厳しくなってますね。 HP が5000ほどしかありません。さあここで打っていくのはストライクショット、もうここは HP がないので確実に抜けたい。さらにあわよくばゲージを飛ばしていきたいというところのストライクショット。しかしこのストライクショットかなり演出が長いので大幅なタイムロスになってます。ここをゲージ飛ばししないともう結構厳しいかもしれない。さあジャック・ザ・リッパーはここ大幅に削っていく。これでエレメントアタック避けは確定しました。さあマドカ、ここをゲージ飛ばしてるかどうか、ここが相当大事な局面だぞ。ここでゲージ飛ばしてないとかなりジャック側に傾きますが、さあどうだ。さあのわずかに残ってしまった。お互い同じような HP ですが、ここは 3P いや 2P が縦貫しますね。でここで開幕ジャックの SS で沈めようという考えでしょうか。さあここで SS で沈められるかどうかですね。もう次の見どころはそこですね。ここで万が一ジャックがダウンしてしまうと、もうその時点でクリティカルで勝負が決まってしまいますので、さあジャック・ザ・リッパー、ここはストライクショットを打っていく。貫通化しながら味方の位置をぐるぐる回るストライクショットを、もちろん友情コンボ発動させながら倒していった。これがモンスターたるゆえんか。さあ残るはクリティカル条件ですね。残り30秒ですか、30秒以上の差を開いて、ジャックがクリアするとクリティカルとなり、その時点で試合終了ですが、さあギリギリの HP の中、マドカもここを抜けていきました。さあこれどうだ、30秒以上離れているか、タイムの方を見ていきましょう。さあ、ジャック側が3分34秒28、対するマドカ側が3分52秒12ということで、クリティカル成立ならず、勝者はジャックですということで、クエストルーレットスタート。挑戦者マドカ、シャンバラとマリシテン、どちらを選びますか？シャンバラでお願いします。オーケー、ファーストバトルラウンド2、クエストはシャンバラでレディーゴー。さあということで始まりました、画面左側マドカ、右側がジャックということで、ラウンド2の方を見ていきましょう。ということで、マドカが選択したクエストがシャンバラですね。またしても爆絶のクエストを選択という形になりましたが、まあ、このクエストのね、一番メインのギミックとしてはさっき言った鳥を倒すとですね、剣が湧くようになってます。でこの剣が通常の倍率より非常に高くなってますので、まあ、この剣をね、大事に大事に強キャラに回しつつ、立ち回っていこうねっていうのが、まあ、このクエストのね、メインギミックになってます。さあということで、まあ、ジャックもね、ここ剣もらいつつ、マドカももらいつつ、抜けていくのがジャックの方ですね。ジャックの方が、まあ、ギリギリ魔導士倒して抜けていきましたと。一方マドカは1体魔導士残っちゃいましたので、次のエデンで抜けていくという形になりました。さあジャックここもね、友情コンボでしっかりと鳥を処理していきます。さらにね、魔導士のバリアも割っていくと。さあマドカも負けじとクロス爆撃を使いつつ雑魚処理をやっていきます。まあ、やはりこの試合の見どころは剣の渡し具合と、まあ、それぞれの SS の使い方ですかね。まあ、マドカの SS はね、極力演出が長すぎるんで打ちたくないんですけど、まあ、さっきのね、エデンみたいに打たざるを得ない場面に、ね、なった時に、まあ、ゲージが飛ばせるかどうかっていうのも、まあ、ちょっと一つね、注目ポイントかなというところですね。さあということでジャック側ですね、ここは 3P のエデンが一旦横間で、過ごすことによって剣を持った状態で、バトル3に入っていきました。まあ、対してのマドカはね、非常にスムーズに、進んでおりまして、ここがバトル4か、先に進んでますね。さあということで、まあ、ちょっと差が開いてますね。ボス入りしたのがマドカの方です。さあジャックもここ負けじと削っていきます。さすがのヨーヨーですね。友情コンボかけるには伊達じゃない、本当に友情火力の高いキャラになってます。さあここまでが一手抜けできない、一手抜けできなかったんですが、これむしろ基地と働く可能性がありますね。まあ、理由としては次のターンマドカなので、ここで、雑魚処理して生み出した剣を取ることができます。さあ一方のジャックはここは一手抜けしちゃったがゆえに、剣が回らない状態で、バトル6ですねを迎えております。さあここジャック一手で抜けていきましたが、しかしこのジャックには剣が残されていないということで、ここから3ターンの間なかなか火力が与えられない状況が続きます。これはちょっと痛いですね。これは痛い、まあ、むしろマドカの友情意欲が若干低いことがね、有利に働いた場面ですが、さあここマドカ止まることを知りませんね。さあどんどん進んでいきます。さあ一方のジャックはここはなかなか進むことができない。さあこれが 3P のエデンなので、次のジャックでまた剣を拾うことができますが、
マドカがもうラストゲージほぼほぼ削り切っている状態。さあこっからの逆転は相当厳しいぞ。ストライクショット打って、反射でね非常に囲まれて厳しい場面だったのを打開していきますが、マドカの方が先にクリアしていきました。これで1勝1敗にもつれるか、もしくはもしかしたらこれクリティカルの可能性も生まれてきた。ただジャック停止位置いいので、まあ1手2手で抜けていけるんじゃないのか。さあヨーヨーを放っていきますが、かける2は発動していない。単発のヨーヨーとなりましたが、さあここのターンで抜けていかないと相当厳しいぞ。ジャックここで見せれるか、バンジキュースか。ここは抜けていきました。これどうだ、ギリギリ30秒開いてるかどうか、怪しいライン。30秒開いたらもちろんクリティカル、その時点で試合は終了となりますが、さあタイムの方が3分36秒ということで、30秒差はギリギリ開いてない、28秒差ですね。ということで最終第3ラウンドにもつれます。ということでクエストルーレットスタート。挑戦者マドカ、イザナギゼロとヨミ、どちらを選びますか？イザナギゼロでお願いします。 OK、 最終ラウンドイザナギゼロレディーゴー。さあということで始まりました最終第3ラウンドですね。画面左側がマドカ、右側がジャックということで見ていきましょう。はい、ということでまあ最終戦までもつれましたね。1勝1敗で迎えたイザナギゼロですね。まあイザナギゼロとヨミがねルーレットからは出てピックしたのがイザナギゼロなんですけど、まあここは単純にね、マドカが、あれだね、魔法陣持っていながらジャックが魔法陣持っていないので、まあそこの差が多少開くだろうということでのピックですね。はい、ということでまあただここはジャックの方がねまだ多少暴れてますね。反射ではあるんですけど、やっぱり友情火力がね、ジャックの方がマドカに比べて高くなってますね。まあこのルールだとね、やっぱそのマドカのクロス爆撃の誘発だったりとかいい部分がやっぱ消されちゃうので、まあルール的な優勢っていうところもねやっぱりジャックはあるのかなっていうところですね。はい、ということで、これはジャックの方がかなり優勢ですね。1ステージ巻いてます。さあさらにここもワンパンしていくと、で次がクシナダゼロのステージですねを迎えるのがジャック、一方マドカは一歩遅れてイザナミゼロのステージへ進んでいきます。はい、ということでこれはちょっとかなり差が開いちゃってるが、マドカはここはなんとか一手抜けしていきましたね。さあその差は1クエスト分ですが、さあこれどう働いてくるか。さあマドカの方も負けじと抜けていきます。さあ亀ステージ先に抜けてボスに入っていったのがジャック。さあこの差まくれるか。ジャックはしかも SS が打てる状態なので、このターン魔法陣に捕まることはありえない。さあストライクショット、ここは容赦なく打っていく。さあ味方に当たりつつ友情コンボを炸裂させていきます。さあここは削っていった。マドカこれは相当厳しいぞ。もうこれは何かミラクルが起こらないと埋まらない差がすでに開いているが、さあここはジャックに当たって友情コンボかける2。さあギリギリ倒してないが、マドカも抜けれてない。これはもう試合決まったか。もうこれは絶望するしかない。ということで、ジャックが最後友情コンボを当たって勝負の第3ラウンドを勝ったのはモンスタージャックザリッパー。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですねモンストコロシアム第1回目を見ていただきました。まあ好評ならね続けていきます。いやーでも今回選んだモンスター合計で、5体かいるんですけど、まあラスボスはね皆さんさすがにわかるかなと思うんですが、まあ残りの3体に関してもねめちゃくちゃ強いやつら選んできてるので、まあなかなかラスボスを見ることはないんじゃないのかなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この企画が面白ければチャンネル登録グッドボタンのほどぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。